流しを探せ。おむつ問題ご存知ですか？乳幼児用と大人用合わせて年間約193億枚も生産されている紙おむつ、使用後そのほとんどが焼却処分されています。その際に CO2 を大量に排出することから環境への影響が懸念されてきました。そこで永瀬、でんぷんを原料に使った成分改性サップを開発し、従来と同等以上の吸収性能を実現、さらに土壌や海水での分解が可能に。実用化すれば焼却処理の量を大幅に減らせるため環境負荷も削減できます。社会の課題をマテリアルで解決し、世界のパートナーとぬくもりのある未来を創造する。私たちは永瀬です。